毎度、お、クエストマークがついた。お世話になっております。夏色ハイスクール実況プレイ続きをやっていきます。よろしくお願いします。はい。弥生先輩のイベントが残っているんで、しばらく時間を潰してこようって言おうと思ったら、イベントがつきましたね。話しかけるか。いやー、タイミングがいいね、パイセン。部長！何かしら？よっ、部長！その、もしよかったらでいいんですけど、教えてもらえますか？何を？だから、何を教えてもらいたいの？俺はこの地域に越してきて間もないので、よく知らなかったんですけど、よく知らなかったんですが、庄司グループっていいのかな？パイセンの名前だよね。庄司グループって具体的にはどんなところなんですか？あなた、それを聞いてどうするつもりなの？ねえ、どうするつもりなんですかね。どうもしませんけど、ちょっと気になってネットで検索とかしてみたんですけど、サイトを見ただけじゃなんかピンとこなくて。でもサイトに書いてあることが公式な情報なのだから、それで十分でしょ。なんで今その話をしようと思ったの、主人公は。俺が知りたいのはそういうのじゃなくて、なんていうか、部長の口から聞きたいなっていうか。それにどういう意味があるのかしら。女の子の口から言わせるのが醍醐味ですよね、何についても。意味なんか分かりません。それに部長が嫌なら無理にとは言いません。ちょっとした世間話だと思って聞かせてくれませんか。庄司グループって気質なんだろうね。パイセンの名字と一緒だけど、なんだろう。自分の家族の仕事はちょっとした世間話扱いされるのが気に入らないけど、まあ少しだけなら付き合ってあげてもいいわよ。パイセンのご家族が経営している会社の名前なのか。本当ですか？ありがとうございます部長。よっ、宴会部長。ね、どこから話そうかしら。サイトの遠隔の、遠隔だっけこれ、だよね、のところに部長のおじいさんが設立した貿易会社からスタートしたとありましたけど。庄司物産ね。そこから祖父が一代で築き上げたのが庄司グループ。そうなんですか。相当やり手の実業家だったんですね、部長のおじいさん。私には優しい祖父だったわ。だったってことはもうおじいさんは人間を辞めちゃったんですか。ええ、私が中学に入る前に。それから父が会長になって、さらにグループは規模を拡大したわ。最近もネット関係の会社を買収してませんでしたっけ。ああ、生え際置き去りに通信業界を前進する社長が経営するあの会社ですか。ロンホージャパンね。先月有効的 M&A が成立したばかりよ。有効的 M&A に有効的なものがあるのかな。絶対ない気がする。ああ、そうでしたか。ローンホージャパン、携帯のゲームとか SNS サービスをやっている会社ですよね。元ネタはガンホーかな。部長はそういうの興味ないんですか。 SNS はいくつかやっているけど、ゲームはやらないわね。その SNS ってどこですか。友達申請しゃったりして。探してみたら。ですよね。ははじゃあ見つけたら友達申請しちゃいますよ。現実の世界で友達申請しろよ。見つけられたら。話を戻しますけど、庄司グループの特徴みたいなものって何かあるんですか。表ではなんか慈善事業会社みたいなことをやってるけど、裏では生物兵器を使って作ってるみたいな会社ですかね。そうね。お、国際協力事業や自然保護活動に積極的なところかしら。それは表の顔でしょ。裏ではどんなことやってるんですか。まさか動物愛護活動とかもやってたりしませんよね。天然記念物の保護とか絶滅危惧種の種の保存なんかには資金援助をしているみたいだけど、どうして。いや、なんか行き過ぎた動物愛護団体とかほとんど過激派みたいなところもあるじゃないですか。そういうのと関係あったら嫌だなと思って。グリーンピースとかエーシャンバードとかそういう団体のこと。というか D3 パブリッシャーはさ、何に突っ込んでいってんの。大丈夫か。目つけられるぞ、こんなゲームで。なんでそんな風刺的なことをやろうと思ったんだい。あなた、ただの高校生にしてはいろいろと世の中のこと知ってるわね。
意外と報道部向きなのかも。うん、そういうやつは長生きしないって言うけどね。そうですか？いやそれほどでも、お世辞よ。ぐっ、なぜに上げて落とす必要が。こんなところでもういいかしら。あ、あと一つだけ質問が。部長の家族はみんな商事グループで働いているんですか？どうしてそんなことまで知りたいのかしら。身辺調査をしている探偵じゃあるまいし。いやまあ個人的には部長の身辺調査を徹底的にしてみたいんですけどね。それは冗談としてどうなんですか？それは探偵じゃなくてストーカーだね。父はグループの会長、姉がアパレル事業の企画室長、兄はまだ大学生だけど父について経営の勉強をしてるわ。うわあ、すごい家系。ていうかあれだね、2代でそんなでかい会社を築き上げたってことでしょ。おじいさんが会社を起こしてお父さんが引き継いでって、すごいね。どれくらいの規模なんだろうね。お姉さんとお兄さんがいるんですね。知りませんでした。もしかして末っ子ですか？何よ、そうは見えないとでも言いたいわけ？いちいち可愛いな、ランコちゃん。まあそんなところです。それにしても部長が末っ子だったとは。悪かったわね、末っ子らしくなくて。妹キャラだったんだね、部長はね。そんなことはないですよ。こんな部長が末っ子だなんて想像しただけでいろいろと何はかどらせてんだよ。こんな部長って言うな。何を想像してるのよ。何ですよ。ところで今の話に部長のお母さんが出てきませんでしたけど。母は専業主婦よ。と言っても家事はほとんどメイドがやってるけど。おお、メイドがいるのかい。すごいね。やっぱりメイドさんいるんだ。部長ぜひ今度ぜひ部長の家に遊びに行かせてください。いやでもどうせ市原悦子みたいなメイドだよ。お断りします。そんなお金持ちの生メイドを一目だけでもお願いします。生メイドっていうね。メイド喫茶で我慢しなさい。しょぼーん。さ、もうこれで終わり。サービスしすぎだったわね。サービスタイムが終了してしまった。部長、またいろいろお話ししましょうね。気が向いたらね。いやー、部長のことがいろいろ分かったね。今好感度ってどうなってんの？お、部長も2つ目の好感度値ぐらいまで上がったね。すごいね。島袋くんには相変わらず嫌われているけど。じゃあもうイベントないから戻るか。あ、そうそう、ここからね自宅へ帰れるんですよ。写真の保存を しようかなと思ってさ、説明書読んだらここから戻れることが書いてありましたね。ちゃんと説明書は読み込まないとダメだね。メールが来てる。部長からかな。あ、雪村か。こんばんは。今日はせっかく話を聞きに来てくれたのにいい報告ができなくてごめんね。でも君と話ができてよかったよ。また来てくれると嬉しいな。いやー、なんだっけ、あれか、インターハイの推薦枠から落ちたっていう話してたやつか。こちらこそ。何も知らないで無神経な質問してごめん。俺でよければいつでも話を聞くから声をかけててよ。かけててよって何これは5時ですね。お、返信が来た。ありがとう、そう言ってくれて嬉しいよ。なんか君と話してると元気がもらえるんだよね。じゃあまたね。これは雪村も俺に惚れてますね。これはやりますよ、かなり。これハーレムルートとかないのかな。今メグちゃんの好感度はマックスになってるんだけど、他のキャラクターもぜひ毒牙にかけたいね。全員で年頃な関係になりたい。お、メグちゃんと雪村だ。前回はチャリパクられたせいでメグちゃんのイベント間に合わなかったんだもんね。今読み込み中なんだ、ちょっと待っててね。じゃあ今日はちょっとメグちゃんのイベントを先にやろう。他のキャラクター、うお、なんか待ち構えてる。今急に出てきたなこいつ。ちょっと別の道から行こう。近づいただけでクエスト受注しちゃうからな、このゲーム。話しかけなくても。先にさ、メグちゃんさんのイベントをこなしたいんで、どこだっけ？あ、こっちじゃないや。反対側だ。お、
イベントフィールドが形成されてると。あ、アナッチ、お疲れ様。お疲れさまです。なんだ、三日月だけか。他のみんなどうしたの？見えないだけで実際はいるんでしょ？出かけてるみたい。みんな忙しいのかな。珍しいね。机に座って虚空を見続ける作業は今日しないのか。ふーん。で、どうして三日月一人だけ部室でのんびりしてるの？闇ったらしいな。のんびりなんかしてないよ。今だってこれまでの取材メモを整理してたところなんだから。嘘こけ、机の上に何も載ってないじゃないか。それは失礼しました。次から次へと取材の依頼が舞い込んできて、ほとんど休む暇もないくらいだよ。ああ、じゃあ肩を重みしましょうかと言いつつ、おっぱいもみましょうか。ま、優秀な助手がいてくれるおかげでかなり助かってるけどね。それにしてはね、取材中僕のことをちょっとないがしろにしすぎじゃないかね。そう言ってもらえると嬉しいよ。俺も最近は取材とかやっててなんか楽しいなって感じてきたところだしね。本当？よかった。かわいい。実はね、私ちょっとだけ心配してたんだ。これはメスの顔ですね。いつも私の手伝いばっかりで、アナッチがつまらない思いをしてたらどうしようかなって。正直言って最初は部長命令で仕方なく手伝ってただけだったんだけど、でも三日月と一緒に取材を続けてるうちに、なんとなく報道部の活動もいいなって思うようになってきたんだ。そう言ってもらえると嬉しいな。まあ今までほとんどの取材が女の子にを対象にしてたからね、それは嬉しいでしょうね。それでアナッチは取材活動のどんなところに魅力を感じてくれたの？参考までに聞かせてくれない？あれ聞きたいっすか？今ちょっとポロッと言っちゃいましたけど、女の子の写真が撮れることってのがないな。テンションが上がるってのがある。なんとなく楽しい。テンションが上がる。いろんな人に会えるから。なんとなく楽しいはダメな気がするな。テンションが上がる、もう、いろんな人に会えるからが報道部としては、なんかね、良さそうな回答だよね。めぐちゃん好みの回答なんじゃないでしょうか。どう？どう？君の好感度が上がるかなと思ってこれ選んだよ。いろんな人に会えるからかな。もしも報道部に入ってなかったら、俺は今よりは寂しい学園生活を送ってたんじゃないかな。そんなことはないんじゃないか。だから報道部に入って本当に良かったと思ってるよ。おお、上がった。アナッチ、そんな風に考えてくれてたんだ。なんだか嬉しいな。俺も嬉しいな。とにかく三日月には感謝してるよ。転校してきたばっかりの俺がすぐに夢校に馴染めたのは、三日月が報道部に誘ってくれたおかげだからね。やだな、改まっちゃって。お礼を言いたいのはこっちの方だよ。これはもう相思相愛ですわ。私こそアナッチが入部してくれたおかげで本当に助かってるんだから。本当かい？そう言ってもらえると嬉しいよ。そうは言っても最初は戸惑ったけどね。俺ほとんど何の説明もなくこの部室に連れてこられたしね。まあ拉致同然に連れてこられたもんな。いやあ、れこれ口で説明するよりも部の雰囲気を見てもらった方が早いと思ってさ。普通の人だったらね、あのタマちゃんのあのバリ雑言で帰っちゃうかブチ切れるところだろうけど、俺でよかったよね。俺が M の素質を持ってたから踏みとどまったけどさ、普通の人だったら帰ったよ。まあ入部したことは後悔してないから別にいいけどね。結果オーライだよ。ありがとう、優しいねアナッチ。やらしくもあるがな。ところでさ、ちょっと聞いてみたいんだけど、三日月はどうして報道部に入部したの？え？私？うん、やっぱり記者になるっていう夢のためかい？なんだろうね。お父さん、いやもしくはお兄さんが記者で、何かの事件を追いかけている最中に不良の事故に見せかけた殺人で亡くなっちゃって、真相を確かめたいから報道記者を目指してるとか。その通り。あ、そうなんだ。将来記者になるためには報道部に入って記事作りに慣れておくのが一番の近道だと思ったんだ。確かに今のうちから記者としての予行演習をできる部なんて報道部しかないしね。そうなんだよ。私も記者になる方法をいろいろと調べてみたんだけど、本を読むだけじゃいまいちピンとこなくて。どうやったら記者になるんだろうね。なるほど、確かに本を読むばかりじゃわからないことも多いだろうね。うん、きっと。あ、
お父さんがいたらいろいろ教えてもらえたんだろうけど。やっぱそうだよ、俺の考え合ってたよこれ絶対。お父さんが報道記者で何か事件のね謎を追いかけてたんだけど、なんか非業の死を遂げたんだよ。え、お父さんがいたらって。うん、私のお父さん新聞記者だったんだけど。わあ、これは私が11の時病気でね。本当に病気なんですか。じゃあ三日月や記者を目指してるのはお父さんの影響で。あ、ごめん三日月、俺余計なことを聞いちゃったみたいだ。ううん、そんなことないよ。ごめんね三日月、反省してアナッチの首をねじ切ります。アナッチの言う通りだよ、私の夢はお父さんみたいな記者になることなの。あのね、私の家にはお父さんが書いた記事をまとめたスクラップブックがあるんだ。お父さんが書いた記事？うん、お母さんが大切に保存してくれてたの。今では私の一番の宝物。ほら、うち私とお母さんしかいないでしょ。だからお母さんが仕事に出てる間、一人で過ごすことが多かったの。そうなんだ。 BGM がさ、明るすぎやしないかな。そんな時は私いつもそのスクラップブックを読みながら過ごしてた。お父さんはもういないけど、お父さんの書いた記事はこうしていつだって読み返せる。私にはそれがとっても嬉しかった。そのせいかな、私いつの間にかまるで当然のことみたいに将来は記者になるって心に決めてたんだ。お父さんは何関係の記者だったのかな。ゴシップとか社会派とかいろいろあるけどさ、トースポさんみたいなところの記者だったらメグちゃんも憧れはしなかっただろうね。見開きで騙してくるね、あのトースポさんね。それにね、私報道部の活動をしてるとお父さんの存在をすごく身近に感じられるの。お父さんもこんな気持ちでお仕事をしてたのかなとか、こういう時お父さんならどんな記事を書くんだろうとか、いろいろね。だから私報道部が大好き。これからももっともっと報道部を盛り上げていきたい。めぐちゃん、三日月が報道部の活動に一生懸命だったのは記者だったお父さんに憧れていたからか。めぐちゃん、俺たちがお父さんだ。パパと呼びなさい。三日月にとって記者の仕事はお父さんとの大切な絆なんだな。あ、でも報道部に入ってるのはお父さんのためだけじゃないよ。私自身も記者としての仕事にやりがいを感じてるんだ。それは三日月を見てればわかるよ。部活中の三日月はいつだってやる気に満ち溢れてるもんな。そうかな。そんな風に言われるとちょっと照れちゃうけど。うへへへ、照れることはないよ。むしろなんとなく入部しただけの俺の方が恥ずかしいくらいだよ。そんなことないよ、私アナッチにはすごく感謝してるんだから。それに私アナッチと一緒にいると子供の頃に戻ったみたいですごく楽しいんだ。まるでお父さんがまだ元気だったあの頃に戻ったみたい。実はアナッチはタイムスリップしてきたメグちゃんのお父さんってことはないよね、三日月。というわけでアナッチもそろそろ私のことをメグちゃんって呼んだら、昔みたいにさ。メグちゃん、それとこれとは話が別だよ。前にも言っただろ、高2にもなってメグちゃんなんて呼べないよ。メグちゃんと呼ぼう。なんで、別にいいじゃない。三日月なんて他人行儀で嫌だよ。おい、これタマキンが聞いてたら俺ぶち殺されるぞ、やべえぞ。他人だし親しき中にも礼儀ありって言うだろ。だからもうアナッチ禁止ってことで。いやー、そんなこだわらなくてもいいじゃない、こんなボインの幼なじみがさ。少なからずとも好意は抱いてくれてるわけだよ。何言ってるのよ、アナッチはアナッチなんだから一生アナッチに決まってるでしょ。ひどくね。アナッチ固定なのかい。じゃあなんであんだあだ名返すったんだい。おじいちゃんおばあちゃんの年になってもアナッチって呼んであげるから覚悟しておきなさい。由来聞かれたら恥ずかしいだろ、ケツの穴から来てるんですよみたいなこと言うのかい。
ん？それは嫌だな。俺はいつになったらアナッチを卒業できるんだ？アナッチとして生まれた自分の運命を呪うことね。俺に課せられた運命が憎い。アナッチとして生まれた記憶はないよ。一応俺には都昆布っていう名前があるんだけど。そうだっけ？なんかピンとこないな。よって却下します。これプレイヤーの意思ガン無視だよね。名前変えさせておいて、あだ名はアナッチ固定って。そんな冗談冗談、からかってごめんね、アナッチ。可愛いから許す。まったくもうどっと疲れた気がする。ほらやっぱりいるじゃないですか。話聞いてました？皆さん、人が悪いですな。いやー怖い怖い。はあ、こんにちは先輩。こんにちは先輩って言ってないよね。明らかに威嚇してるよね。はあっつって。いやー20分ですか。今回はこれで終了しようかな。雪村とあと 2B のイベントがあったのかな。さっきなんか入り口付近で待機してた子がいたけど、あの人のイベントは次回やろうか。そうだね。はい、じゃあ次回は一応グラウンドの方に移動しておいて、雪村のイベントから開始ということでよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。